んちゃー、今からこれでケンサキイカとかスルメイカとかを釣っていきたいなと思います。仕掛けはこんな感じ。釣れるかな。ちょっと初めての場所なのでどうなるか分かりませんが、頑張っていきますよ。ではこれに吸ってに鶏肉を巻いていきます。あれ、ここでしおちゃんのワンポイントアドバイスということでね、まあ、この釣りを知ってる方はもちろん知ってるとは思うんですけども、鶏肉をつけるときはできるだけきつく巻いた方がいいと思います。鶏肉ね、意外にすぐ緩くなったり溶けちゃったりするので、私の締め方が悪かったのかな、うん、ということで、まあ、ちぎれない程度にですね、針金でぐるぐる巻いた方がいいかなと思います。暗くて見えない。こんな感じかな。こんな感じ。もう一本の竿には鶏肉ではなく、泳がせ用に釣ってきたアジを一匹さばいてアジを巻いていきたいなと思います。何か変化があるのか楽しみですね。いいかな。ちょっと今回は近場にやりました。一本は近めで、もう一本は遠くに投げます。感じで意味ないね。とりあえず仕掛けはセットできたので、あとはアトリが来るまで餌を変えながら頑張っていきたいなと思います。皆さん、あれから3時間が経ちました。もうアトリはすっかり真っ暗です。何の当たりもありません。ちなみに結構隣とか、あと向こう岸にも同じようにやってる方はいるんですが、パッと見まだ誰も釣れてないようですね。それにしても見えないだろうな。星と月がすっごい綺麗今日は天気がいいですね。はあ、いつになったら釣れるんでしょうか。厳しいですね。We'll be right back.